韓国を本拠地に、世界をまたにかけて活躍するガールズグループ、トゥワイスで活動する日本人サナさんが27日、韓国、ソウルのチャムシル球場で行われた韓国プロ野球、LG キア戦の始球式に登場した。韓国語での挨拶からスタンドは熱狂に包まれ、ファンからは女神様は始球式まで完璧、フォームも完璧。 と称賛のコメントが集まっている。試合中継で、今日の始球式は特別な方ですと紹介されたように、サナさんが LG のユニフォームとジーンズ姿でグラウンドに現れると、スタンドからは大歓声が起きた。さらにマイクを握ると流暢な韓国語で、こんにちは。TWICE のサナです。今日は天気が野球をするにも見るにも完璧で、選手の皆さん、 怪我をしないでかっこいい試合を見せてください。LG ツインズ、ファイティン。と挨拶した、マウンドの少し前の平らな部分に立ち、右腕から投じたボールは見事ノーバウンドで捕手のミットへ。両手を上げて喜ぶサナさんには、スタンドのみんながスマートフォンを向けているかのようだった。韓国プロ野球を統括する韓国野球委員会。 クボが公式 YouTube に公開した始球式の動画には韓国のファンからコメントが並んだ。女神様は始球式まで完璧。韓国で最も愛される日本人サナ、フォームも完璧。いつも愛してます。ノーサナ、ノーライフと、その人気ぶりがうかがえる。